今日はですね、ちょっとあのボールも用意させていただいたんですけども、はい、これちょっとあの落合さん自身でね、ご説明していただきたいんですが、はい、ちょっとこれボールも高いもんですから、はい、このブラインドサッカーの、まあ、ルールにつきまして、はい、あのまだよく知らないよという人もいらっしゃると思いますからね、あのちょっと説明していただきたいんですけど、本当に鈴が入ってます。そうですね、はい、あのこう、このような音が鳴るんですけれども、この中にはですね、あの6箇所ぐらいに、うん、あの内側に袋状のものがくっついてるんですね、はい、で、その袋の中に、鉛の玉が1袋おそらく5、6個入っていて、それがあのこう点々と溶接されていて、はい、で音が鳴るようになってますね、はい、音が偏らないようになってますね。そうですね、はい、で、この音を頼りに、まあ、ボールの位置は分かります、はい、で、1チーム5人でプレーするんですけれども、キーパーだけは目が見える人がプレーして、あとは相手のゴール裏にガイドと呼ばれる、攻撃側の指示をする、はいはい、もう目が見えている、コーチがいて、はいはい、でプレーしますね。で、あとはテーブルの上に置いてあるアイマスクが、はい、アイマスク、こちらはですね、試合にすると、試合するときに、はい、光を感じる人、うん、光を感じない全く全盲の方、うん、もう公平に、うん、もう全く見えないんです、はい、私も光を感じる程度なんですけれども、うん、もうそれすら条件を一緒にするという意味を込めて、うん、アイマスクをして、はい、全員がするんですね。そうですね、うん、で、ボールを取りに行くときには、うん、ボイというスペイン語で、はい、行くっていう意味なんですけど、はい、その声をかけてボールを取りに行かないと、ファールになってしまうんですよね、うん、コートの大きさはフットサルコートですね、はい、縦40、横20ぐらいの大きさですね、うん、で、サイドラインのところには1メートル20ぐらいの、うん、サイドフェンスがあって、うん、で、できるだけボールが出ないような工夫がされてますね、まあ、大体こんな感じですね。はい、何度かの、ね、あの試合とか見せていただきましたけど、はい、結構ね、これでも本当にあの点で捉える技術をね、皆さんお持ちになってるんですよね。あ、そうですね、あれはすごいやっぱり勘ですかね、センス、まあ練習もあるんでしょうけど、はい、まあセンスも大きく関わってくると思うんですけど、はい、練習でイメージをどれだけ作り上げるかだと思いますね。これぐらいのボールの速さで転がってくれば、何秒後にどこに行けばボールが取れるかとか、そういうもう反復でデータを入れていく感じですね。だからそのボールもさることながら、そのフォーメーションが今どうなってるかっていうのもこう感じながらやっていくんですよね。そうですね、だいたいその戦術としてポジショニングっていうのは決めるんですけれども、実際の動きの中では選手同士で声かけ合ったりとか、キーパーの指示とかで微調整して、まあ、綺麗な形を作るようにしてます。ちゃんとその指示が、ね、あって、それを踏まえた上で頭の中でこう、ね、味方はどこにいるんだろう、敵はどこにいるんだろうってこう絵を描かないといけないですよね。そうなんです。実際に指示を受けてから動いてては遅いんですよね、もう動いてますので、うん、実際のイメージをもう先の2手3手ぐらいまで考えておいて、ね、その何パターンか考えておいて、でそこに当てはめていく感じで、キーパーに言われた時には、うん、あこっちのイメージに近いな、うん、じゃあこう動こうみたいな、うん、そういう感じでやってますね。ですからこの、ね、音が鳴るからっていうんで、そこにみんなが集まってはいけませんし、ね、そうですね、逆に音が鳴ってるから自分はもうちょっと離れようとか、はい、どこにポジショニングしようとか、そこは瞬時でこうみんなが判断しないといけませんよね。そうですね、その技術が高ければ高いほど代表で活躍できると思いますね、うん、実際に国内でも足技の技術が上手い選手っていうのはたくさんいるんですけれども、はい、その自分たちのボールか相手のボールか、その取られた瞬間に自分がどこに走ればいいのか、また奪った瞬間に自分がどこに走ればいいのかとか、そういう動きがイメージできる選手っていうのが代表になってますね。